どうも、京都市会議員の平山隆夫でございます。いつも平山隆夫チャンネルをご覧いただいて誠にありがとうございます。ちょっと今日は緊急ニュースということで、急遽、動画の方を撮らせていただいてるんですけれども、この度、子供医療費ですね。子供医療費の方が拡大、拡充をされます。具体的に言うと、令和5年の秋からなんですけれども、子供医療費の皆さんのこの自己負担額ですね、ここが引き下がるようになります。具体的な金額を申し上げると、3歳からのですね、通院医療費っていうのが、現在、1月1500円になってるかと思うんですけれども、これがですね、3歳から小学生までが、1月200円になります。少し計画の方を申し上げると、従前は、1月3000円やったんですね。それが、令和元年の9月に、1月3000円から1500円になり、特に、私も5年前ですね、西脇知事が京都府知事選挙へ初出馬される際に、当時の南区の島本京次議員、当時政策委員長でありましたけれども、また右京区の森田守議員とともに、私も当時のその政調会のメンバーの一人として、西脇知事との政策協定に臨んだことなどを思い出すわけでありますけれども、その後もですね、角川市長、西脇知事の度重なる懇談会であったり、そして私たち自民党京都市会議員団、また自民党京都府議団とともに、まさに府市協調で粘り強く交渉、そして検討を重ねてきた結果、成し遂げることができた重要な取り組みであるというふうに私は思っております。ご尽力をいただいた皆様に深く感謝を申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。ちなみに私のポスターですね。ポスターには、府市協調で新しい京都をというふうに記載をしているんですけれども、まさに府市協調で新しい京都に向けた取り組みを実現できたというふうに、その取り組みの一つだというふうに私は思っております。引き続き、より良い京都市政となるように、しっかりと頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。本日も平山隆夫チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございました。